こんにちは、花龍馬さん。手詰まりってね、すごく怖いですね。でも私たちフリーランス、自分で稼いでいる人間っていうのは、いつも手詰まりを予感しないといけないんですよね。飲食店さんも、この去年から今年ですか、ものすごく手詰まりをね、感じたんではないかなと思うんですよ。私はね、今みたいな感染症騒動がある前に、もうすでに飲食店は20店舗とも手詰まりを感じて放棄したんですけども、まあ、本当にね、これはダメだ、手も足も出ないなと。回ってるうちはいいんですよ。なんとなく日銭が、キャッシュフローが回ってるうちは。ただね、それが止まった時はもう手遅れなんですよね。まあ、だから順調に滑ってる時に、その背中にね、汗をかくような感覚を持たないといけないんですよね。結局その成功するっていうのは、小さい成功っていうのは大きな成功に続いていくんですけども、その成功したことによるね、自信とか慢心とか学んだことが次の失敗を呼ぶんですよ。学べば学ぶほど実はね、失敗を呼ぶというかね、失敗続きの時って挑戦にものすごく慎重になったりとか、かなりね、いろんな角度からリサーチするんですけども、うまくいきだしたら、まあ油断するんですよね。でこれで大丈夫なんじゃないかなと思ってしまうんですよ。ただやっぱり花屋さんのさすがだなと思うところは、やっぱり自分で感じていたってことでしょうね。で感じていながら、おそらくですけども、私のような言葉を使って指摘した人は多分いなかったんじゃないかなと思うんですよ。これをね、感じていてもなかなか言えないんですよね。相当な信頼感を持って、そして、期待していなければ、多分この言葉は使わないと思うんですよね。で私はね、3年後でも5年後でも10年後でも、まあ、私が生き残ってるのが前提なんですけどもね、私の活動の、目の届く範囲には花龍馬さん必ずいてほしいなと思うし、できればね、目の届く範囲どころか、私の真ん前にいてほしいなとかね、真後ろにいてほしいなとかね、いつもこうやって動画のやり取りが、その時はね、3532話でしたとかね、このぐらいのことをやってみたいなと思うわけなんですよね。まあ、だから失いたくないなと思うわけなんですよ。生き残っていてほしいなと。で、たまにね、ちょっと年寄りまがいなことをね、先輩風吹かして言うところはありますけども、でも花龍馬さんは全ての逆風をですね、追い風に変える、そんな方向転換の早い、センスのいい若者だと思います。だからこそ、すごいねだけじゃなくて、待てよっていう風な声も私はかけさせてもらおうかなと思います。それがね、やっぱり年長者の責任でもあるのかなと思います。勝手なことを言うようですけどもね、いいことばっかり言って人は成長しないんですよ。で成長しなければ他の成長したやつが駆逐してくるんですよね。本当に怖い世界です。100人中の1つの椅子取りゲームをしているのもんですからね。だから2番以下は全員ビリなんですよ。1番以外、2番以下は全員ビリ、こんな感覚ですね。じゃあ具体的に花屋さんがどんなことをすればいいのかっていうと、やっぱりね、30代ではどっかでね、しっかりとした法人を持つことだと思います。そして法的なものとか税務的なものとかね、労務管理とかっていうものをやってみるとどうかなと思います。いわゆる古臭いね、会社をやってみるってことですね。社員は一人もいなくていいんで、で、まあ、試しに一人でもいいから3ヶ月でもいいんで雇用してみるとかね。でそういうことによって出さなければなかならない利益っていうのがかなり見えてくるかなと思いますし、まあ、何が災いするか分かりませんけどね、身内に敵を抱えるっていう感覚ですか。まあ、わざわざやる必要はないといえばないんですけどね、きっとまるで別の自分を買いに行こうと思ったら、腹の中にね、敵を飼うみたいな根性がいるんじゃないかなと思いますよね。実はね、経営者って従業員を搾取して蓄財しているように、要するに利益を貯めているように見えるんですけども、実はね、逆なんですよ。大体の場合経営者って、なんですかね、従業員に搾取されてるんですよ。この感覚が多分ね、想像できると思うんですけども、本当にね、身に染みますよ。だから人と組むんじゃないなとかね、信頼すればするほど仲良しでいたいがために雇わないっていうかね、まあちょっとこの辺にしときましょうか。あまりにもね、ちょっと重圧のある言葉になってしまってもいけないんで。さあ、それではね、ちょっとね、花屋さん、暗い話はこの辺にして、またちょっとね、色恋沙汰に行きましょうか。色恋沙汰に、で私はね、今ね、48なんですけども、実はね、
今でも週に1回ぐらい出会い系サイトにお誘いがかかるんですよ、うん、お誘いっていうのはねやっぱりこう性的なお誘いですよね。私は全然相手にしないし返信もしないんですけども、ピッと連絡が入ったりするんですよね。もちろん相手の方っていうのはもしかしたら商売系のある方かもしれません、パパ活希望かもしれませんよね。まあでもね、何にしても選んでもらってるっていうのは確かなんですよ。男性の登録者って他にもいますからね。だからやっぱりプロフィールとか顔写真とか信頼させるための自己 PR ってすごく大事だなと思うんですよね、うん、まあだからね、その人に選ばれるってのは、まあ、異性にしても同性にしてもビジネスにしても恋愛にしても、まあ、同じだなと思うわけですよね、うん、で花レモさんはやっぱり私から見ると当然私にも選ばれてますしね、小野田さんにも選ばれていますしね、広瀬さんもそうだと思いますよ。羨ましいなと思いますね。そういう面ではものすごくね、人を引きつける力がありますね。それはね確かなんですよ。その人を引きつける力をどのプラットフォームで使っていくか、今はもしかしたら YouTube かもしれませんけども、ちょっと前だったらブログでも多分ね Twitter とかでもねできたんじゃないかなと思いますね。その未知の可能性っていうのが、まあ、どう開花するか、非常にねその花屋龍馬っていうドラマを私はね楽しみにしていますね、いつもいつも。で、できればこのままずっと見ていたいなと思いますし、たまにはね脇役で出演させてもらったりとか、立ちはだかるね敵キャラとかで出てみたいなと思ったりしますね。最後にね、今回の動画の最後になんですけども、ちょっとね花屋龍馬さんにお知らせしたいことがあるんですよ。それはですね、山根さんとそれから松潤さんっているでしょ、で2人ともミュージシャンですよ、曲がりなりにも。で私も曲がりなりにも民謡歌手なんですよ、まあ、素人ですけどね。でこの3人が今 Facebook を通じてあるねオーディションに申し込もうとしてます。私も2時からそのアテンドがあるんですよ。で、歌を吹き込んで送ることになります。花屋龍馬さん、これ参加してみませんかね。私たちはそのなんですかね、青春アゲインって今思いついたんですけど、青春アゲインっていうちょっと3人グループでそれぞれちょっとチャレンジしてみようかなと思うんですけどね。花屋龍馬さんもこれ面白いんじゃないですか。なんかボーカルオーディショントライしてみませんか。どんなオーディションなのかちょっと URL つけておきますので、ちょっと覗いてみてくださいね。でそれをネタにしばらくちょっと動画回しましょう。じゃあ行ってらっしゃい。